皆さんこんにちは。2019年合格目標、独学教室基本の宅建士合格テキスト講座の、紹介をさせていただきます。担当はレクセン認講師有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、独学教室の、テキスト、こちらの基本の宅建士合格テキストを用いた独学教室という講座について、20分程度でお話をさせていただきます。まず皆様、もちろんお手元にお持ちの方はそちらを見ていただきたいんですけれども、お持ちでない方は私がこのようにあのテキストの内容を写していきますので、そちらを一緒に見ながら、こちらの、ガイダンスをお聞きいただければと思います。こちらの基本の宅建士合格テキスト講座の、そもそもなんですけど、独学教室って何なのっていうところからお話をさせていただきます。でこの独学教室なんですけれども、皆様独学っていうとやっぱり自分で勉強する、あとは、レックのような予備校は使わないイメージがある方が多いと思うんですね。で私も独学って言ったらテキストを買って、であとは、よく書店さんに行かれますと過去問題集もたくさんございますから、そちら好きなものを買ってというイメージがあるんですけれども、でもこちらは独学教室ということで、このように動画を用いて皆さんの勉強をサポートさせていただくようなものになっています。でそもそもなんですけど、ベースはやはり独学です。独学って何なのというと、教室に通いますと、例えば水曜日の何時からですとか、土曜日日曜日の何時から何時までは教室に行っていただくですとか、あとは毎週何本動画を見ないといけないですとか、そういった縛りがあるものがほとんどなんですけれども、やっぱり独学の強みはご自身のスケジュールに合わせて勉強を進められるというところが一つあります。でも、もしかしたら、お聞きいただいている方の中には、宅建士の、試験受けるの2回目だよとか3回目だよとか、そういった方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、おそらくなんですけれども、不動産における繁忙期があったりですとか、あとはプライベートが少し忙しくなってしまうと、お勉強が続かないなというのが、誰しも経験があると思うんですね。特に独学だと、そういったことは往々にして起こりますということで、当然ベースは独学ですので、皆様ある程度気合を持って、試験日まで、完走していただくというのは大前提必要なんですけれども、やっぱりある程度私がこちらの動画でサポートをさせていただくことによって、動画見ようと、ある程度お勉強するきっかけ作りにもなればいいなというのが1点と、あと実際に今からこちらのテキストを用いて内容を確認してまいりますけれども、どうしてもですね、さーっと適当に開けましたけれども、このように見ていきますと、どうしても聞いたことのない言葉がおそらくたくさん出てくるんですね。例えば制限行為能力者、皆様制限行為能力者と聞いて、あれねって、なる方は、この講座もいらないかなと思うんですけれども、こんな感じでパラッと見ていきますけれども、こうちょっと 2,3 ページ開けただけでも聞いたことがないような言葉たくさん出てくるんですよね。そうすると、やっぱり独学でやると当然若干回り道をしてしまったりですとか、できればここまで理解してほしいなという、宅建士の資格試験に合格するためのレベルに到達するのに時間がかかってしまうことが想定されます。ですから、こちらの独学教室はあくまでもベースは独学なんですけれども、分かりにくい箇所に限定して、お時間の制限が1講座1時間というのがございますから、当然全てについて触れることは不可能なんですけれども、これは独学だと、ちょっと一人だと厳しいかなですとか、あとは実際に私も昔は宅建士の受験生でしたから、自分が受験生の時にここ一人で読んでてちょっと分かりにくかったよなとか、そういったところについては、できる限り、細かく分かりやすく噛み砕いて説明をしようというような形の講座になっております。ですから皆様におかれましては、まずは当然動画も見ていただきつつ、ご自身で、動画で触れない箇所についてもこう読み進めていっていただきたいんですね。こんな感じで、割と基本の宅建士の教科書、後ほど内容も確認していくんですけれども、こんな仕組みがあるよとか、
こういう簡単に言うと過去問題から出やすいものがちょこっとトレーニングとして抜粋されていたりですとか、そういったところは後ほど確認していくんですけれども、ご自身で進めていっていただきまして、ちょっとここのコースが分かりにくいなですとか、そういった時に有効に使っていただくサポートとして、ぜひこちらの独学教室をご利用いただければなというのがまず1点です。で、早速もちろんお持ちの方はぜひお手に取っていただきまして、当然ご存知だと思うんですけど、こちらの基本の宅建士合格テキストの一番の魅力を、あくまで私個人なんですけどね、私個人的な一番の魅力をお話しさせていただきますと、これ分冊できるんです。こんな感じで、実はもう私分けちゃってるんですけど、1個目が、はい、権利関係と。結構ですね、こう薄くなるんですね。私女性ですけど、女性の手で持ってもこんくらい薄くなりますよと。で、2冊目宅建業法、これも結構薄いよと。で、全部で3分冊になっておりまして、こんな感じで3つに分けられるので、当然独学のご経験がある方は、ご存知だと思うんですけど、隙間時間をいかに有効に使うかに尽きると思うんですね、独学は。ですから、じゃあ今日はというより、今週は権利関係やろうというふうに、お仕事用のカバンにもポンと入れていただきまして、隙間時間で、私が言う隙間時間は、私は賃貸仲介と賃貸売買の営業もしておりますから、よく試験勉強するときにはお客様との待ち合わせの時間、だいたい15分とか20分くらい前に行くんですけれども、行きまして若干手持ち無沙汰になりますよね、なるんですけれども、そうしたときにこういうふうにちょっとコンパクトなものが1冊あるとさっと取り出せて、5分10分の間に1コース読めるかなというような形になっておりまして、この基本の宅建士の最大の魅力、私個人のですけれども、は分冊できることがまず第一かなというところです。で、早速内容を見ていきたいんですけれども、よいしょ、はい、内容を見ていきますが、基本の宅建士合格テキストは、あくまでも初学者の方でも完走できるようにというのをコンセプトに、作られたテキストです。で、宅地建物取引士の資格試験はやはり法律に関連した試験ですし、当然国家資格ですので、ある程度気合を入れて臨まないとなかなか合格には難しい試験であることは言えるんですね。ただ皆様が初めて法律系の資格を勉強されると仮定しますと、やはり先ほども申し上げた通り、聞いたことがない言葉ですとか、馴染みのない考え方、もしくはもう全く知らない法律もたくさん出てきますから、ちょっととっつきにくいんですよね。で、世の中にはいろいろなテキストございますので、正直ご自身が一番いいなと思ったテキストを選んでいただければいいんですけど、この、基本の宅建士の合格テキストは初学者の方でも、分かりやすいというのが何より魅力です。なぜかと言いますと、このあたりの漫画もあるので、もしご購入されたらぜひ見ておいてくださいなんですけれども、キャラクターがですね、何人かおりまして、こんな感じでコース別になっていて、かつ要所要所で債務不履行とはとポンと出されても分かんないと、分かんない、じゃあどうするの、こういった横に何て言うんでしょう、関連知識とありますけれども、債務不履行ってこういうことだよですとか、もしくはここの第1ポイントとタイトルがある横に、こちらのポイントではこんな内容を勉強するんだよというのが、より噛み砕いて分かりやすくまとめられてるんですね。ですから、特に、こういうのにちょっと苦手意識ではないですけれども、独学でやってる方に陥りがちなのは、買ったはいいと。で、20ページか30ページは皆さん大体ちゃんと読めるんですよね。でも20ページ30ページって何が書いてあるのっていうと、大体民法の考え方の基礎、一番こうとっつきにくいというか、なんか難しいことが書いてあってよくわからないなというところがどうしても書いてあるものですから、そこで自分には合わなかったとやめてしまうか、
もしくは、明日やろうとか思ってやらなくなっちゃうと、そういうことが起きにくいっていうのがまず一つ言えます。あとはですね、このあたりのつまずき注意の前提知識とかも見ていただくと、試験の時とかにこんな風に出ると注意とか、そういった風に一個一個がですね、非常にとっつきやすい、法律関係の言葉がわからない人でも、当然楽しくない場面もありますよ、お勉強ですから。なんですけれども、可能な限り楽しく勉強できる、宅建が好きになれるような、テキストになっておりますというところも合わせてご紹介させていただきます。はい。あとはですね、特に独学者の方におすすめできるポイントが一つございまして、こちら、各コースごとに暗記ポイントの総まとめというような形で、ここはぜひ覚えてほしいな、ないしは、本試験でもよく出題されるので、絶対ここは対策しておいてくださいねというような内容が、パッとここのピンク色のところを見ればある程度は復習ができるようにまとめられてるんですね。ですから、あくまでも皆さん独学ですから、ご自身のスケジュールでご自身の、進めたいように進めていただいて結構なんですけれども、おすすめのやり方としては、インプットをまずは、1コースやっていただきまして、それに付随して問題を解いていただきますと。そうすると問題解くとですね、すごい頭がいい方は別ですけれども、まず何個かはあれと、こんなことやったっけと覚えていないっていうのが必ず出てくるんですね。じゃあ出てきた時どうするのっていうと、こちらの合格テキストに戻っていただきまして、こちらの総まとめを確認するというような形で、こちらのテキスト非常に見やすい、かつ独学者の方に優しい作りになっていますというのがまず1点ですと。で、続きまして、こちらで本書の説明とさせていただきますが、じゃあ実際にこの独学教室はどんな内容なのというところを、こちらのピンク色ですから権利関係ですね、1冊目を使いまして、ざっとレクチャーさせていただきます。実際に授業でやるときは、それでは第1コースから見ていきましょうと、まずは意思表示からいきますねというような形で進めていくんですけれども、お時間がですね、だいたい1時間ちょっと、私結構お話しするのが好きなので若干延長し気味なんですけど、1時間となっておりまして、それでですね、この1冊を5時間で仕上げましょうという形になるので、結構なスピードでさーっていくんですね。例えば実際の講座ですと、こちらの契約の成立、皆さんお手元にテキストをお持ちでしたらぜひ読んでいただきたいんですけれども、先ほども申し上げた通り、かなり柔らかい言い回しでこちらの説明がありますので、正直読めば分かると、突き放しているわけではないんですけれども、お読みいただければ分かるかなというのが内容なんですよ。具体的にお持ちじゃない方もいらっしゃると思いますので、どんなことが書いてあるのというのをご説明させていただきますと、契約って日常生活でも聞いたことありますよね。契約という言葉ありますよね。なんですけど、じゃあ民法においてはこの契約って何なのっていうのが書いてあるのがこちらの2ページなんですね。そうすると読んでいただければ分かるんですけど、契約というのは、簡単に言うとお約束のことですよと。でかつ約束のことなんですけど、じゃあこの約束がまとまるっていうのは、契約が成立したっていうとどんな効果が生じるんでしょうかと。こんな効果が生じるんですよ。1、所有権が B に移転する、これは効果ではないんですけれども。2、書面は契約成立においては必要ないと。なんとなく、毎日皆さんはお仕事をされていたりすると思うんですけど、日常で触れる契約という言葉には付随して書類があると、印鑑ついたり、あとなんかサインたくさん書いたりとかあるじゃないですか。そんなイメージをお持ちの方が結構多いんですね。でも違うと。これ今話しているのはあくまで民法ですよ。民法において契約っていうのはこういうふうに売りますっていう意思表示と、こういうふうに売りますっていうふうに相手方に表示することを意思表示っていうんですけれども、あとは買いますと、つまり、売り主である A さんと買い主である B さんの意思が売ります買います合致しましたよね。この合致した瞬間に即契約は成立と。かつ、物には所有権、
この人の持ち物ですよという権利がありますから、この契約が成立した瞬間に所有権もシャーッと B さんの方に移るっていうんです。でこちらは後ほど、まあ、本編でといいますか独学教室でご説明していきますけれども、こういうふうに所有権が B に移転するっていうのと、あとは登記というのもありまして、登記においては所有権は、あ、登記って何かっていうと、この不動産、土地、建物はこの人のものですっていうふうに記しておく帳簿のようなものがあるんですけれども、それに名前を A さんのものから B さんのものになりましたよっていうふうに本当は書かないと写らないんですよ。写らないんですけど、まあ、写らないと言いますか、他の人に対抗できないんですけれども、でも民法におけるこの契約という概念においては、そういう登記の移転手続き、移転登記を踏まなくても、もう買います、売りますで、別に売買代金とかまだお支払いしていない、物件を引き渡していなかったとしても、所有権自体はシャーッと一瞬で B の方に移ってるっていうふうに考えるんですね。へーと。まあ、ただこの辺はもしお持ちだったらぜひ読んでいただきたいのと、お持ちでない方もこのように写しているので見ていただければと思うんですけれども、こういうふうに、まあ、優しく絵もたくさん用いて書いてありますので、見ていただければなんとなく、分かるんですね。で本編ではここは見ていただければ分かるので、もう割とさーっと、はい、契約についてですと、じゃあ次は詐欺と脅迫ですというふうに次々進んでいくんです。でかつ、こちらの基本の宅建士合格テキストについては、初学者の方でも完走できるというのをコンセプトにしておりますので、まあ、本試験で出てくる内容の中でも特に出題頻度が高いものですとか、ここは絶対押さえておきたいよねというような内容に、まあ、割と重点を絞っておりますので、あくまでも欲を言えばこのテキストに記載の内容はできる限り全部理解していただきたい、かつ、まあ、取れるのであれば、当然ここに書いてあることでも難しいものたくさんあるので、まず 100% とは言えないんですけれども、できれば取ってほしいなという内容が割と詰まっているんですね。いるんですけど、先ほどのように読めばわかるものと、できる限りは分かりやすくしているものの、読んでもなんか言ってることはわかる気がするけれども、じゃあ実際にその本試験問題に、要は問題として出題された時にどうやって考えたらいいんだろうとか、実際に問題に出された時にどうやってアプローチしていけばいいのっていうのが分かりにくいものも意外と多いんですよ。まあ、例えば今ちょうどページを開いているので、お持ちの方だと4ページですね、テキスト、ピンク色のテキストの4ページの、詐欺脅迫なんですけれども、詐欺と脅迫で第三者が登場した時に実は扱いが変わるんですね。詐欺脅迫変わるんですよ。実は詐欺を受けた人は詐欺られちゃうんですよ。かわいそうですよね。かわいそうなんですけど、民法においては、まあ、そういうふうに騙されちゃう、若干落ち度があったんじゃないのっていうふうに見なされてしまいまして、脅迫を受けた被害者とは若干保護される度合いが異なったりするんですね。そういうところ もちろん読んでいただいて分かることは分かるんですけれども、じゃあ実際にそれ試験に出てきたらどうかなっていうと、意外と引っかかってしまったりすることも多いんです。でこちらの独学教室では、じゃあそういうところにできる限り時間を使おうということで、あくまでも私の観点での分かりにくいとか、ここはもうちょっと説明してほしいなとか、私が受験者だった時の経験ですとか、あとは実際にレックでご受講いただいている方の引っかかり具合などを見て選定しているので、当然個人差がございますから、ここ分かりにくいのにっていうところを私がさーっと飛ばしてしまうこともあるんですけれども、まあ、一般にちょっと理解が難しいなとか、まあ、もし私が受験生だったら細かく説明してほしいなっていうところを、皆様の独学をサポートさせていただくという観点で、ご説明させていただくというのがこちらの独学教室です。で独学教室、今回はインプット用の、合格テキスト講座を用いて内容をご説明させていただきましたが、実際にはですね、問題集についても、一緒に問題選定いくつかさせていただきまして、解き方のアプローチから、こういうふうに考えるといいですよというふうに
実際に動画で私も解いていくので、あ、こういうふうに書き込んでいくといいのかですとか、まあ、あとは図が必要なものもあるんですね。そういう時には、あ、こういうふうに図を書いたら本試験でもいいのねと、そのようなところについても実際に一緒に進めていけますので、まあ、ぜひあくまでもベースは独学ではあるものの、今年2019年に合格する足がかりの一つとして、こちらの、独学教室基本の宅建士合格テキスト講座と、合わせて問題集の講座ご検討いただければと思います。はい、以上で独学教室基本の宅建士についての、講座紹介でした。ご清聴ありがとうございました。